こんにちは。今日は、10個のリンゴを、3人に分けるのに、何通りの分け方があるかという問題について考えたいと思います。これはもう中学入試にも高校入試にも大学入試にも出る、まあ、実際に出たことのある問題で、まあ、大学入試だったらちょっと x プラス y プラス z イコール10を満たす自然数 xyz を求めようなんてちょっと言い方変えるかもしれませんが、まあ、要は同じ問題です。で、この問題は、実は5秒でパッと答えが出る方法があるんですけども、まあ、一つの問題に対していろんなやり方を学ぶっていうことも大事なんで、まず愚直な場合の数っていうのは、愚直に調べるっていうのは結構大事な方法で、ただし調べるときに、効率よく順序よく調べるということが大事になってきます。これも問題単純なんで消して、で、まず10個のリンゴを3人に分けるのに、まず、数の組だけを、考えてあげる。誰に何個引くかは後から考えればいいから、数の組だけを考えるということで、で、小さい順に順序よく、だから1個、1個、8個と。で、これ1個、8個、1個はこれ数の組み分けとしては同じなんで、もう数えないと。ですから、右側の数字が必ず一番でかくなるという数え方をすると、もう1、1はないで、1、2、7。1、3。これなんか、たくさんありそうですけど、数の組だけなんで、どん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 減っていくんで、そんなに多くなりません。1、4、5で、1はもうこれでおしまいですと。1、5になるとこれ、4になっちゃうんで、これ、数の組としては同じことなんで、右の数字の方が大きくなるように分けていくんで、もう1はおしまいです。となればもう次は2ですと。で、何度も言うように、1はもうないですと。なんで、2、2から始まって、2、2だから、6。2、3、5、2、4、4と同じは OK ですね。でもそしたらもう2、5はないと。で、じゃあ3はって言うと3もう3なんで、3、3、4これもうおしまいですね。4いったらもう、右の数の方が小さくなっちゃうんで、数の分け方としてはもうこれだけです。で、そしたらじゃああとは、誰に何個にするかということを考えればいいんで、同じ数字が2個あるときは誰を8個にしようかなと。ということで3通りと。同じ数字が2個あるときは3通り。で、全部数字が違うときは、3人を並べ替えるだけの場合の数なんで、3、2、1だから6通りと。数字が全部違えば6通り。同じ数字が2個あれば3通り。6通り、3通り、3通りと。ということで、3通りが1、2、3、4なんで、6が1、2、3、4、5、6個と、ね。6、6、36通りと。なんで、これで36通りという答えが出ましたという、それだけの問題ですが、じゃあこれをどうやって5秒で解くのかっていうと、リンゴ10個。1、2、3、4、5、6。10個。10個のリンゴを3人に分けるには、もう、すごく簡単です。どっかに棒を2本入れてあげればいいと。棒を2本入れてあげればその瞬間、はい、A 君2個、B 君4個、C 君4個っていうふうに分けられます。っていうことは、10個あるんで、間は9個ですと。間が9個の中から2個、2箇所棒の入るところを選んであげればいいんで、9個の中から2個選ぶんで、9×8÷2×1 で36と。同じになります。で、これは今、最低1個はもらえる場合の数でしたが、じゃあこれ、0個の人がいてもいいと。誰ももらえない人がいても構わないとなったらどうなるでしょうかというと、こっちのやり方はもうこれにあと0個の場合を入れればいいだけで、まあ0個の場合はそんなに、もう、また大して多くなくて、0、0、10から始まって、0、1、9、0、2、8と。037、046、055、これでもうおしまいですね。もう0個が含まれるのはこれしかないということで、さっきと同じ要領で、2つ数字が同じなやつは3通り、6通り、6通り、6、6、3と。ということで、6が1、2、3、4、5です。6が30。で、合わせて4、60、
6通りでございます。じゃあ同じくこっちのさっきと同じ棒をポンと入れる方法でやれるんですが、0個がいい OK ってことは、じゃあ棒の入れられる場所が端っこも OK だと。端っこも OK なんで、10個あるんで端っこも入れると11箇所棒を入れられる場所が出てくるんで、11箇所から2箇所選んであげればいいと。なんで55と合わない。さあどうして合わないのかっていうと、レイコの場合は今のやり方だと、B 君必ずもらえちゃうんですね。なので B 君にあげないようにするには2本同じ場所に入れてあげられる、入れることも可能だと。2本同じ場所に入れてあげるのも、可能なんで、11箇所2本入れられる場所があるんで、これに11を足してちゃんと66で答えが合いましたということです。今日は以上です。ありがとうございました。